よっしゃ、やっていきましょうか。今週もね、第96回でございますよ。 今週はね、どんな話をね、しようかなと思ったところですね。ちょっとね、バッシュ、バスケットボールシューズに着目していこうと、そういうふうな回にしていきます。私自身もね、あの、小学校からね、ずっとやっぱり、バッシュをね、履き続けている、まあ、同じ週じゃないですよ。同じ週じゃないですけど、履き続けておるわけでございます。プレイの歴史とともに、やっぱりね、バッシュの歴史っていうのもね、これはあるわけでございますわな。まあ、昔からバスケットやってますから、 将来はね、バスケットに携わる仕事をしたいなと。だから、水野とかね、まあ、アシックス、アシックスは一番でかいかな。アシックスとか水野とか、そのナイキとかね、そういうところに入って、バッシュを作る、そういうね、お仕事をしたいなと、そういうふうに、え、志しておりました。ああ、ですけどね、今、こういうふうな形で、バスケットボールに関わる仕事をしてますけどもね、まあ、そんなようなこともあって、まあ、ちょっとね、バッシュはね、結構好きで、まあ、バスケットしてる人は、なかなか好きな人もね、もちろん多いかと思います。 そんでね、一足のバッシュを履いてね、練習をずっとしている人もいますし、もうね、何足もね、バッシュを持っていて、まあ、交代交代でね、えー、使っている人、で、その服とかね、えー、それに合わせてバッシュも変えているよと、そんな人もいるかもしれません。もうね、やっぱ欲しいなと思ったね、バッシュはね、もうお金がね、それはね、もう死ぬほど、ありやまる方だったら、もう何でも全部手に入れてね、えー、全部コレクションしていきたいと、そんなような風に思っている人もたくさんいるかと思いますけれども、まあ、そう 行けませんはまわなあでもそうなってしまうとちょっとあれかなもう簡単に手に入りすぎてつまらんくなってしまうかなやからなかなか手に入らないものを頑張って手に入れるというところが面白いのかもしれませんもう場所というとねかなり高価なものですからねまあ安くて1万円ぐらいかなでもう1万5千円、えー、2万円とかね全然簡単にいってしまいますからこれはもう誰かにね相談してからじゃないと買えないという人もいるかもしれませんさてさてリスナー あのあななたは今どんなバシを履いていてるでしょうか私、非常に興味を持っております。もしかしたらね、あの、見る専門の人とかはね、バッシュ持ってなかったりするかもしれませんけどね、ただバスケが好きとかね、昔履いてたバッシュとかね、ちょっと思い出してみてくださいよ。自分がね、どんなバッシュを履いてね、えー、バスケキャリアを送ってきたのかどうか、あそれでね、やっぱりセンスが分かりますからね、まあ、あの、ベタなのは、やっぱりアシックスからね、えー、ミニバス中学校とかは、アシックスを履いてきた人も多いか と思います。やっぱりねミニバスとかだともう履けるシューズがだいぶ限られてきますよねだからアシックスの人もいるつもいますし、まあ、ミズノとかね、えー、あとはジョーダンとかもちっちゃいサイズがあった気がします大きくなってくるとねもうだいぶその足のその形にね合うかどうかも、えー、かなり重要ですけどもまあ大きくなってくると選択肢はかなりね広がってもう好きなバッシュ履けるようになるかと思いますだからナイキとかもね、えー、手を出し始めて結構もうこう 高校生とかもナイキ履いてる人結構見ますねやっぱナイキがかっこいいですよね。なんでこんなにナイキがかっこいいんだろうと、うそういう風に考えますとね、やっぱりそのナイキの,その見せ方ね、やっぱり NBA 選手を使ってね、使ってというかね、まあ、NBA 選手に履いてもらって、やっぱそれ NBA 選手がやっぱかっこいいですから、もうそことリンクをして、もうかなりそのプロモーションとかね、その打ち出し方もものすごいかっこいいです 啊。 でもロゴもなんかかっこいいし、やっぱそれ履きたくなりますよね。なんで私も、ごたぶに埋もれず、バッシュ、ナイキを履かせてもらってるわけでございます。もうかれこれずっとナイキをね、履いているように思いますよ。もうナイキといえばやっぱりスーパースターのモデルがたくさん出てますからね。ちょっとね、そのスーパースターのモデルを履いてしまうと、もう自分もそういうプレイスタイルに近づけていかないといけないのかなと、そういうなんか感じ、えー 年にとらわれてしまいまいすけどもね別にまあもうそんなことは関係なくなってきてますわな。まあレブロン・ディブスとかは何でもできますから別にどのポジションの人が入ってもいいわけですしまあ別にねそのセンターの人がまあコービーを履いていても別にもう今はそんなにまあ、今って昔もですけどねそんな別に違和感はないでああ好きなんだなとそういうふうに思いますけれどもねもう、まあ、私は今ですねカイリーですねカイリー・アービングさんのカイリー・ローというのね それのナイキ ID をね 履いておりますだから自分でね、なんか色を選んで、えー、それで1ヶ月後ぐらいに届くというあのシステムですわな。あーそれをやらせてもらってます。やっぱりね、ナイキー ID のね、何がいいかと言いますとね、やっぱりその人と被らないっていところですわね、もうそのもともとのその素材、素材っていうかね、何て言うんですかもともとの形はね、かぶることはあっても、もう色まで完璧にかぶるいうことは絶対にないですからね、どれだけのその選択肢があるかっていう話ですから。なので、被らないと。 いうところがあ非常に重要なポイントでやっぱりちょっとバッシュとかがね、えー、いきなり、えー、チームメイトとかね被ってしまうとまあ、チームメイトとか被ることは何にしても,も練習に参加しているところの人とかね思いっきり被っちゃうとすごいねなんていうんですかあの変な空気になる、まああんま被ったことないですけど変な空気になりますわなでその同じ中学校とかね高校高校,高校で高生ですけど高生とか大学の時もねその大会の記念 T シャツとかをね練習に着ていって同じ記念 T シャツをね、えー、着 いいる人がいたらちょっと変ななな空気になりますよ、ね、おなんかお同じお揃いですね今日ねお揃いの T ヤ好きモますね見たら空気になるじゃないですかあのお揃いの時の空気はちょっとなかなかしんどいものがありますからしかもそのね お揃いになった人が、あ自分のね、その、息の合う、好きな人というかね、なんていうか、あだったらいいですけどね、あんまりその、ギクシャクしているとかね、あんまり喋らない人とかね、そういう人と一緒になってしまうと、おちょっとくそらわきしんどいですわな。自分もそのセンスだったんだっていうね、バッシュでそれがなるとなってしまうと、まあ、T シャツとかね、買えればいいんですけど、バッシュとかなかなかすぐに買えられるもんじゃないじゃないですか。だからその辺を恐れて、えー、なかなかもうかぶらないように、私からね、 私もその嫌われてるかもしれませんからね。えー、向こうさんから、<laughs> おい、使うのも悪いこと、同じバッシュにしてしまったじゃないかよ、っていう風に思われてしまうことも同時に避けられると。そういうクレバーなスタイルですわな。なのでもう近年は自分の所属しているチームのユニフォームと同じようなカラーリングのナイキ ID のバッシュを作って履いていると。まあ私はそんなような感じですそうそ,うそれでは今週も始めてまいりましょうか。 あつーかもとマグロ飛行のマグロナイトニッポンシーホース三河のマグロナイトニッポンこの放送はバスケットボールを愛するすべての人を応援するパワーハウス技巧。 消防設備の施工、メンテナンスで安心を作る青木防災株式会社、以上各社の協賛で愛知県名古屋市をキーステーションに YouTube から全世界に向けて発信しております。 ナイキのね、インターネットサイトを見てますけれどもね、やっぱりちょっとかっこよすぎますわな、まあ。レブロンをはじめ、まあ、レブロンもはめてかね、全部始められます。えー、コービーで、えー、そしてポール・ジョージにカイリー・アービング、そしてもちろんジョーダン・ブランドもありますわな。 これはすごいラインナップですね。で、KD もあって、コービーは言ったかなもう言っちゃったかなもうしかも、そのカラーリングもいっぱいありますからね。その中でも。しかもこれ、バスケットだけでこれだけでありますけども、これ普通のね、そのナイキのそのスニーカーのサイトも私知ってます。よく見ますけどもね、もうどんどんどん,どん新しい商品出てきます。しかも、むちゃくちゃそれもかっこいいんですわ。しかもそれがね、ナイキのそのスニーカーのサイトで、 もちろんバッシュが売られることもあるんですけどあ、それがね、スニーカーとかも、例えば明日の木曜日の10時にこれリリースしますよっていうね、えー、そんな情報が出てまして、えー、それがね、もうね、10時1分とか2分にはね、もう10分後にはもう完全に完売してるとか、でね、お欲しいですよ、あた。 あそのようなことで、ね、購入ボタンを押してもちょっとしばらく保留にしますよと。ほんでえちょっと待ってから売り切れましたみたいなそんなことがもうたくさんあってもうすごいもう売れてますし。 かっこいいし、欲しいし、そんな素晴らしい企業ですよね。しかもデザイナーがやっぱりすごいんかな。デザインもなんかもう見たことがない新しいやつもガンガン出してくるし、もちろんね、失敗作もあるからもしれませんけれども、もう革新的なやつもありますし、すいません。これね、えー、スニーカーのやつはサイトって言いましたけれども、これね、携帯のアプリでございます。アプリでね、そういうやつがあります。これね、なんて読むかな。SNKRS、 まあ、スニーカーズかなスニーカーがいっぱい出てますから。おそらくスニーカーズでしょう。うそういうアプリでもうこれ見るだけでかなり楽しいですからね。ちょっとアプリ取ってみてくださいよ、まあね。見るだけで楽しいですし、欲しくなりますけどもね。もう簡単には買えません。すぐ売り切れてしまいますからね。かなり競争率は高いですけれども。ちょっとね、そのあたりも楽しんでみてください。えー、今週はね、非常にこの NBA 界隈のニュースがビッグニュースですね。かなり飛び込んできてますよ。まずはね、えー、日本人 のね、渡辺裕太選手がこれがね NBA のこのねシーズン始まってその NBA の舞台にも立ちましたと。 これが日本人でね、史上二人目でございます。これはかなりビッグニュースでございました。渡辺裕太選手はね、ナイキのバ所シュ履いておりますわな。これはもう契約をしていることでしょう。でね、史上一人目のね、たぶタブタブテて、タブセ裕太選手もナイキのバ所シュを履いてね、NBA のコートに立ちましたから、やっぱりナイキはもうやっぱその辺、しっかり抑えていってるところですね。 でもう一つニュースがね、まあ、先週話しましたのはあ、ステファン・カリー選手ね、3クォーターまでの出場で、スリーポイント11本も含む51得点、まあ。カリーさんはね、アンダー,アーマー履いてますわな。 もうアンダーマン履いている NBA 選手ってどれだけ上げられますかという話ですよね。もうこのカリーさんを捕まえてもう広告塔にしてね、もうこれはスーパースターですから、やっぱりカリーのバッシュ売れてますよね。もうシューターでスリーポイントを打となら欲しくなる、まあ誰でも欲しくなる場所ですけれどもね。もう本当に。 カリーしか履いてないような印象ですよね。で、カリーのバッシュもどんどんね、新しいの出てきてますし、まあ、カリーもね、中国とかで、もちろん日本にも来てねえ、そのバッシュをね、もうバッシュが売りたいだけですからね、<laughs> バッシュとそのウェアをもうアンダー,アーマーが売りたいだけで、もうカリーさんをね、日本に、えー、お越しいただきましてね、もうそれでやっぱり、えー、売れてますよね、絶対ね。私もちょっとアンダー,アーマー挑戦したことは昔ね、あったんですけど、それはもうカリーとは全然関係ない。えー 時代でしたけれどもねちょっとね、なんていうんですか、インターネットでね、いきなり買ったものですから、もう中指の爪が全部なくなってしまいましたけれども、まあそれは私が悪いわけであって、えー、まあ自分でね、やっぱりサイズをしっかり、お店とかやっぱり一回行った方がいいかな、メーカーを思いっきり挑戦するときは。なので、まあ、アンダー,アーマーとかも一回、 どこから入ってから挑戦した方がそのような感じがおすすめでございます。でね、最後ですけれどもね、えー、クレイトンプソンですね、これがですね、3クォーターまでの出場で NBA の新記録14本のスリーポイントを含む52得点を獲得と、NBA の記録が13本だったところを14本にしたと、1試合14本のスリーポイントを的密 いてしししまいままたたよよとそのようなニュースが入りましたあさて、ここでですねえ、クレイ・トンプソンご存知だと思いますもう素晴らしいシューターですわな。これがですね、え何のメーカーのバッシュ履いているかご存知でしょうかこれがね、結構ね、えー、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。トンプソンはですね、これ知らない人がいるかもしれませんね。アンタスポーツ、アンタという中国のメーカーのバッシュを を履いていると。<laughs> これがですね、なかなかあマイナーなあ、まあ、NBA 選手で履いている人はほとんどいないバッシュでございます。私ね、これがね、デュエイン・ウェイドが、ウェイドがね、リーニンっていう中国のメーカーのね、えー、契約してますから、あーリーニンのシューズを履いているとばかり思ってたんですけれども、これね、アンタというブランドでございました。これね、アンタとリーニンのロゴ、むちゃくちゃ似てますからね、これ、勘違いしないでください、ここはね。 えー、全く別のブランドで、トンプソンはアンタというブランドでございます、えー。補足情報ですけれども、このトンプソンがあんたと契約をする前から契約をしていた、えー、有名な NBA 選手がおります。それは誰でしょうレディーゴーポンッテンテテンテテティー 正解は、あ今ね、レイカーズにおります。ラジョン・ロンド選手でございます。ロンドもね、このね、あんたと、もうだいぶ、ボストン時代からね、もっと前かな、ちょっとわかりません。え、契約をしておりますね。で、このレイカーズの、レイカーズカラーのシューズを見ましたけどもね、これ、ラジョン・ロンドとツイッターでね、入れてもらって、この検索のマークのところで入れてもらうと、でその画像を検索してもらうとね、バッシュ出てきます。なかなかね、これかっこいいです。びっくり トンプソンもねちょっと派手なやつありますけどもねなんか結構白ベースのやつもね結構かっこいいなとおちょっともうあんたのマークがなかなかちょっとナイキに近い,い,い感じにも見えなくはないんですけどこのロンドンのバッシュはかっこいいやつもありますね R って入ってますけどもね えー、ロンドもレイカーズに移籍をしましてレイブロンとコンビを組んでいると最近はねあのクリス・ポールをも一っきり殴りましたけれどもね、えー、そんなような暴れるシーンもありましたけれどもお正解はラジョン・ロンドでございましたエンディングの時間になってしまいました。 今週はケビン・デュラントとコンビニの前で1時間だべってたわけですけれどもお楽しみいただけましたでしょうか明日はね私自身の試合が1日のうちに2試合ありますしかも相手は強いです張り切ってまいってってますあなたのことも応援してますよそれではまた来週